やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。高健鉄でございます。今回は韓国料理シリーズということで、カムジャタンなんていかがでしょうか。説明しよう。カムジャタンとは豚の背骨をじゃがいもと一緒に辛いスープで煮込んだ鍋料理のこと。カムジャはじゃがいも、タンはスープのことと言われているが、名前の由来は諸説ある。韓国ではカムジャタン横丁など専門店も多く、一年中食べられている料理である。お酒のおつまみや飲んだ翌日の酔い覚ましのスープにもぴったり。残ったスープにご飯を入れてチャーハンにして食べると美味。では調理してまいります。カムジャタンね、じゃがいもの鍋なんですけど、このカムジャタンのうまさはこれにありです。豚肉、しかも骨付き。もう近所のスーパーで骨付きの豚肉というと、まあもうスペアリブしかないかなと思うんです。なのでもうスペアリブ使ってやってください。最高に美味しいです。お肉の肉質もいいし、骨周りだからお出汁がものすごく出ます。ただその分非常にアクが出てきますので、ちょっとこれ手間なんですけど、やっていただきたい作業が、熱湯にさっと、もう熱湯につけるような感じですね。イメージ、これでちょっとアクを抜きます。アクとともにボコボコなってきましたら、このままジャーッと流します。これね、こうすることで臭みとかアクが取れますので、これだけちょっとやってくださいね。はい、もうこのさっと茹でるぐらいでいいと思います。アクがどんどん出てきてますね。これこの状態にします。そうしましたら、こやつをじゃらっとやりまして、でこの表面をさっとだけね洗ってください。さっと洗いまして、この水気を拭くと、ちょっと手間なんですけど、ここまでやっていただいたらいいと思います。では次は合わせ調味料、もうこれが本当に決め手でございます。いいですか。ベースはお味噌ベースでいきます。もう普通のお好みのお味噌使ってくださいね。そしてやはりコチュジャンです。コチュジャン、お酒、これでちょっとペーストというか馴染みやすくさせます。お砂糖、甘みとコク、にんにくと生姜ね。でこちら、私はもうこれ韓国産の粉唐辛子、甘みの強い粉唐辛子使ってます。これも適量入れてください。僕も全部入れちゃう。そんなに辛くないんですよね、向こうの唐辛子は。これ一味で代用する場合はもううんと量を減らしてください。非常に辛みが強いんですね、一味は。これ混ぜます。この濃厚な味噌とコチュジャンベースのタレがスペアリブとじゃがいもの味を引き立てます。こういう感じね。では長ネギ、こちらも使いますね。これも味のアクセントになってすごくいいんですよ。幅1センチぐらいの斜め切りにしていきます。ちょっと太くてもねいいと思いますよ。次はもうじゃがいも、はい、これも皮むいてございます。これでちょっと大きめだったらもうね半分とかでゴロンとさせるのがポイントなんですよね。でこうちっちゃいやつとかはもう丸まんま、そのまんまでもいいかもしれないです。ちょっと様子見て 3,4 個量を調整していただいたらいいと思います。ではこのスペアリブ、もう表面こう軽くでいいので拭いてください。水気、今から炒めるのでババッと跳ねてしまうことがあるので、さーっと拭く程度で大丈夫です。こんな感じで拭いておいてください。ではいよいよ鍋にインしていきます。
あんまり大きすぎない鍋の方がいいかもしれないですね。お好みですけども、私はちょっとちっちゃめの鍋にもりっと入れちゃう。で、先ほど水気拭きました。スペアリブをさっと表面炒めて香ばしさ出していきます。もりもりだぜ。ちょっと鍋にひっついても全然問題ないのでね、後でこうガッとこそげて、それうまみになりますからね。こんがりと炒めていきましょうか。はい、もうちょっとこんな感じですね。軽く油を絡めるようなイメージ。ちょっとね、香ばしい香りがちょっとついたらぐらいで十分だと思います。ほら、これでスペアリブのうまみが出てきます。そしてここでこの合わせ調味料、ガッと辛めのじゃがいも入れの、でお水、怒涛だったぜ。カムジャタンはこの豪快さがいいですよね。こんな感じで、でこの状態で一旦ガツガツ煮ていきます。ほれほれ、グツグツなってきました。ここまでになってきましたら、ちょっとできるだけ具をスープの中にインしてくださいね。で火をちょっと弱めまして、蓋をしてちょいずらして火を入れつつ、余分な水分飛ばしつつ、旨味を凝縮させていきましょう。ここでちょっとじっくり煮ていきます。オープンします。イエーイ、美味しそう。ここでおネギをインして、再度蓋をして軽く煮ましょうか。では再度オープン。いい感じですね。では仕上げていきたいと思います。仕上げにこのすりごまたっぷりで、このスープと具をうまくつないでくれます。ちょっとなじませ、香りがいいね。で仕上げに韓国ではエゴマの葉を入れるんですが、なければもうシソでいいと思います。シソも散らして爽やかに、このアクセントが最高です。で好みで仕上げにちょっと赤身を唐辛子最後いきます。彩りもいい。完成しました。はい、こちらのカムジャタンでございます。暑い日も寒い日も両方いけます。香り最高。それではいただきます。はい、チャミスル的な、わー来るね。まずはスープいただこうかな。いただきます。韓国ではこう持たないんですけどね。きた、これ。ああ。ちょっとスペアリブいってきます。ほろほろ、ほろほろ、パーフェクトな組み合わせでございます。もうお好みで他の調味料入れていただいたり、なんかね、お店によっては乳製品入れてマイルドにされる方もいらっしゃるみたいなんですよ。こうね、本当に今回こうベーシックな作り方をご紹介させていただいたので、アレンジも楽しんでいただいたらいいかなと思います。暑い日も冬にもぜひ試していただきたい。最後までご視聴ありがとうございました。
高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。